JAS0008、ほうれん草中のルテインの定量、高速液体クロマトグラフ法は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターハミックの申し出により制定された日本農林規格です。ルテインとは野菜などに含まれるカロテノイドの一種であり、ルテイン自体は黄色の色素です。目の健康に役立つなどの機能性についての報告があります。ほうれん草に多く含まれているため、それを測定する試験方法としてJAS化されました。この方法は、生鮮及びブランチングして凍結しただけのほうれん草を対象にしています。この方法では、2種類の移動層を用いて HPLC 測定条件を最適化し、分析時間を短縮しています。全体の流れはこの図の通りです。では、早速やってみましょう。まず、飼料の粉砕・菌質化です。ほうれん草の根を除去した後、細かく切ります。ほうれん草飼料を容器に移し、質量を3桁以上の有効数字で記録します。ルテインの酸化防止のため、ピロガロールを含むエタノールを飼料の3倍量加えます。加えた溶液の質量を3桁以上の有効数字で記録します。飼料を均質にするために、ホモジナイザーなどを用いて、ほうれん草の形状が見えなくなるまで粉砕します。これを試験用飼料とします。飼料を保存する場合は、粉砕後、速やかに褐色のガラス製密閉容器に移し、マイナス20度以下の条件にします。ルテインの抽出前に、測定の邪魔になるクロロフィルなどの強雑物を取り除くため、喧嘩処理を行います。まず、試験用飼料をよく混ぜながら約 2g 遠心管に測り取ります。ピロガロール含有エタノールを 10ml 加えます。約 60% の濃度の水酸化カリウム溶液を 1ml 加えます。穏やかに振り混ぜます。遠心管を70度に設定した高温水槽に入れます。5分程度おきに遠心管を振り混ぜながら30分間加熱します。遠心管を高温水槽から取り出し、室温になるまで冷却または放冷します。塩化ナトリウム溶液 20ml とヘキサン酢酸エチル9対1混合液 12ml を遠心管に加え振り混ぜます。振り混ぜ器を用いて5分間激しく振り混ぜます。遠心分離器で相対遠心加速度 400G 程度で5分間遠心分離します。遠心分離後はこのように液が2層分離します。透き通って見える上層はヘキサン酢酸エチル混合液の層です。ここにルテインが含まれています。上層を採取しナス型フラスコに移します。ここで上層が少し残っていても問題ありません。下層に残っているルテインを回収するため、再び
ヘキサン酢酸エチル混合液 12ml を加えて振り混ぜ、遠心分離を行います。上層を採取し、先ほどのナス型フラスコに合わせます。この操作をあともう1回繰り返し、計3回抽出を行います。抽出液の濃縮、乾固、低用に移ります。ロータリーエバポレーターを用いて、ナス型フラスコの有機溶媒を減圧入居します。この時水浴の温度は40度以下とします。溶媒がほとんどなくなったら、減圧を止めてナス型フラスコを取り出します。残った溶媒に窒素ガスを穏やかに吹きつけることにより乾固させます。 BHT 含有エタノールを用いて、ナス型フラスコの内容物を完全に溶かし、その溶液を全量フラスコに完全に移します。 BHT は酸化防止剤です。この動画では低用に 10ml の全量フラスコを用いています。例えば BHT 含有エタノールを3回ぐらいに分けて加え、ナス型フラスコの洗い込みを繰り返すと、ロスを少なくできます。この時加える液量が多すぎると、全量フラスコの氷線を超えてしまうため注意してください。 BHT 含有エタノールを氷線まで加えて低用し、振り混ぜます。低用した溶液をメンブランフィルターでろ過し、ワイヤルに入れます。これを飼料抽出物とします。HPLC 測定を行う前に、あらかじめ調整したルテイン標準原液の Q 硬度を測定して、定量に用いるための正確な濃度を決定しておきます。その標準原液から各濃度レベルの標準液を調整します。ルテイン標準原液は蓋付き瓶に入れてマイナス20度以下で保管しておきます。ルテイン標準原液の濃度を測定します。マイナス20度以下で保管していた標準原液を常温に戻し、よく振り混ぜます。全量ピペットまたはピストン式ピペットおよび全量フラスコを用いて、ルテイン標準原液をエタノールで50倍に希釈し、濃度測定用溶液とします。分光高度計を445ナノメートルに設定します。エタノールを対象液として、濃度測定用溶液の Q 硬度を測定します。この式から標準原液のルテイン濃度を求めます。例として、ルテイン標準原液の濃度が100マイクログラムパーミリリットルになる場合を示します。検量専用の標準液を調整します。全量ピペットまたはピストン式ピペットを用いて、ルテイン標準原液をガラス製容器に測り取ります。窒素を穏やかに吹きつけ、エタノールを揮発させます。ここに BHT 含有エタノールを加え、ガラス製容器の内容物を完全に溶解します。この方法で4段階以上の濃度の検量専用標準液を調整します。先ほど算出した標準原液の濃度をもとに、次の式から各標準液の濃度を求めます。調整する標準液の一例を示します。
HPLC 測定に移ります。 HPLC 装置の条件は次のように設定します。装置の条件は JAS の中で確認できます。溶出条件の例を示します。この規格では A、B の2種類の移動層を用います。移動層 A は酢酸アンモニウム含有アセトニトリルとメタノールの混合液です。移動層 B はエタノールです。まず肥料抽出物の注入から15分間は移動層 A について 95%、 移動層 B について 5% とします。その後、移動層 B の比率を高くし、迅速に残りの成分を溶出します。次に、移動層 A については 95%、移動層 B については 5% と再設定して、次の注入の前の約10分間、平行化します。測定開始前に、全体のシステムを安定化させ、設定した条件で作動させた際、ベースラインの変動がルテインの測定に支障がないことを確認します。それでは測定を始めましょう。表は測定の一例です。まず一連の標準液を10マイクロリットルずつ注入します。続いて同じ量の飼料抽出物を注入します。規格の付属書には典型的なクロマトグラムが載っていますので、参考にしてください。最後に飼料中のルテイン含有量を算出します。飼料中のルテイン含有量はこの式から算出します。この式の意味をイメージで示すとこのようになります。例えば、飼料抽出物中のルテイン濃度が5マイクログラムパーミリリットルの場合、飼料中のルテイン含有量は100ミリグラムパーキログラムとなります。ご紹介した通り、この方法は2種類の移動層を用いることにより、比較的短時間で HPLC 測定ができます。ぜひご活用ください。